さ、勉強法、単語集の覚え方ということで005番やってみたいと思います。前回004番ではですね、このお話をさせていただきました。1日1時間、最初のあたりはやっぱり1日1時間集中してですね、やると1日300語ぐらい進むんじゃないかなと、いうことですね。で、それを7日間、とにかく脇目も振らず、一生懸命、単語集に専念すると、1週間ですね。もしその、皆さんが持っている単語集が2000語、掲載されているんであれば、だいたい7日ぐらいで1冊完成するというお話をさせていただきました。ただ、問題はですね、ペース、というところで、ちょっとわかりやすくですね、視覚化した方がいいんじゃないかというところで、今日やってみたいと思います。で、ちょっと前提としてですね、皆さんが今、もし高校3年生だとしたら、もっと言うと、単語の暗記をサボってきた。あんまりやってません。不十分です。という方だったら、どう巻き返すのか。というところをちょっと前提でやってみたいと思います。で、わかりやすくするために、皆さん、高校1年生、2年生でおそらく皆さんがもらってる単語集。そして、ここ3年生でもらう単語集ですね。多分、レベルが違うかと思いますので、2冊をやらなくちゃいけないと。だから、まあ、こっちが2000語。こっちもだいたい2000語。4000語をですね、どうやって覚えるのか。ちょっとやってみたいと思います。で、皆さん、仮に、まあ、1月、日月火水木金土、1月1日、2日、3日という感じで、ちょっと、1月からこう2月ですね、のカレンダーが書いてあるというイメージで、よろしくお願いいたします。で、もちろん1月の1日、最初高校1年生、2年生ですね、頑張りますと。で、頑張り始めて、なんとか1週間ですね、1週間で2000語制覇いたしました。ですから、皆さんイメージはこんな感じですね。皆さんこのオレンジでございます。これが高校1年生、2年生の単語集をなんとか1000語ですね、1000語を覚えました。で、7日かかりました。こんな感じでいいかと思います。ただし、1回やっただけでやっぱり忘れてしまうので、次の週も頑張っていただきたいんですね。ただし、皆さん2回目になってくるので、1日300語しか進まなかったものは、絶対もっと進むはずなんですね。で、わかりやすくするために、ちょっと倍のですね、1日600語進んだと、仮定していただけると、皆さん、まあ、2000語ですから、600、600、600という感じでございますので、うまくいったら、3日ぐらいで、総復習ですね、できるはずなんですね。まあ、ちょっと仮ですけどね、3日で終わりました。1日600、700、お、進むな。これやってみるとできるんですね。で、じゃあその後どうしますかっていうと、もう1回やっていただけるとですね、今度3回目ですので、1日600語どころか、1日1000語ぐらい進むはずなんですね。ですから、最初は皆さん、1週間かかってたのが、2日で行きました。つまり、1日1000語ぐらい行けますね。だから皆さん、その次の日にちもですね、4回目ですから、まあ、行けたな。って感じに多分なるはずなんですね。ですから、これも、時間がない方はちょっとなかなかね、伝わらないかと思うんですが、やってみると、1日1000語っていくんですね。いけます。ですから、これで1回目、2回目、3回目、4回目。で、これぐらいやるとですね、結構余裕になってくるかと思います。で、このタイミングで、皆さん、例えば高校3年生でもらう、ちょっと皆さんこれ青色なんですが、青色のペンでちょっとやってみたいと思います。で、1月の15日から、再スタートですね。で、1週間、まあ最初は仮にかかるといたします。こうですね。7日かかります。ただし、皆さん、ここ1年生、2年生でもらう単語集と同じような現象が起こるので、2回目、1月の22、23、24ぐらいで終わり。で、3回目、1月の25、26、ああ、1日1000語いったわ、みたいな、感じですね。っていう風にやっていくと、これ4回目やったことになりますが、これで皆さん、ここ3年生の単語集、終わるんですね。で、これが仮に皆さん1月だとして、入試は、もっと先だ、となってきた場合、じゃあ2月はどう過ごしますかというと、もう皆さん、
単語集、ある程度この間でですね、頭の中定着はさせていただいてる、多分できると思うんですね。ですから、今度は皆さん、この次の1ヶ月は毎日やる必要性が全くなくなります。で、休憩は必要かなって感じはするんですが、その気になったら、例えば高校1年生2年生でもらう単語集ですね、2000語あったとしても1日で終わると思います。ですから例えば皆さん、日曜日でお休みの日だとします。朝起きました。朝の9時から、例えばですよ、9時からお昼ご飯食べるまで、1000語やります。でその後休憩したり、なんか運動したり、で夜、そうですね、夜の9時からまた24時ですね、9時から12時、にもう一回やると、なんか終わったなみたいな、って感じで1日2000語いくんですね。ですからずっとやってると飽きるかと思いますので、なんか小分けにしていただいてもいいかと思います。でも、その気になったら1日2000語いきます。ですから、その次の週は今度はここ3年生の単語集ですね。こんな感じです。ですので、あとは皆さんこういう感じで、高3の単語集が終わったら、じゃあもう一回高1高2、の単語集、もう一回見直そうみたいな感じでやっていただけると、こんな感じですね。毎日毎日やる必要性は全くなく、もう本当に1週間に1遍、やるだけで定着、総復習ですね、できますので、やる前はですね、大変じゃね、って感じになるかもしれませんが、意外とやってみるとですね、できるかと思いますので、ちょっとこういう感じで、やっていただけるとよろしいかと思います。いけますかね。で、今皆さんこれちょっと単語集の話をしてるんですけども、熟語はどうするんだというところになってくるかと思いますので、006番ではそのあたりお伝えしたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。